6時になりました。お元気ですか？そして今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますか？おさむと安尾とゆうやがお送りする火曜日の午後6時は火曜大更新。6月21日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。葛飾 FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。こんばんは、松田修です。今日はなんか雨が激しく降るという予想もありましたが、今日は午後からはなんかカラッと晴れてしまいましたね。今日の最高気温は 25.6 度、最低気温は 21.7 度でした。明日の予想ですが、最高気温が25度、最低気温は20度と、天気は曇りのち雨という予報になっています。皆さんも体調に気をつけていただきたいと思います。それでは今日もこの方をご紹介いたします。正木雄也さんです。こんばんは。あ、こんばんは。正木雄也です。昭和物語で頑張ってます。おさむさん、先月はアラビカ祭りで大変お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。はい、なんか正木さん今日はさっぱりした感じですけれどもね。そうですね、ね、整形しました。整形しました。いやいや、なんかあれですね、なんか本当ちょっと若くなったような気がしますけれども。そうですね、みんなに言われますよ。そうですか、はい、今日はですね、さらに若くなるゲストをお迎えしておりまして、はい、もうね、もう見た目もそう、心から若くなれるんじゃないかということで。あ、そうですね、皆さんにご紹介したいと思います。ね、はい、ヤスオさんです。こんばんは。こんばんは。ネッキーことネキヤスオです。ご無沙汰しておりま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 す。もう本当にあの、はい、会うのももちろんそうだし、うん、もうあの番組もそうですしね。そうですね、もう約10年近くぶりかなという感じがしますけれども。10年、そんな長い間、はい、一昔ですね、はい、葛飾 FM に来ることがなかったんですね、はい、私。そうですね、必ずでも、はい、ネキヤスオさん、ネッキーの声はですね、はい、口がちょっとあれ、番組のエンディングの方ではですね、はい、ちゃんと流れてはいるんですけれども。あ、嬉しいですね。じゃあ後ほどね、生声も聞けるかなという感じがいたしますけれども。はい、はい、でも葛飾 FM さんのね、スタジオがちょっと変わりましてね、うん、はい、建物前横にありまして、新しくなってて、新しくなってて、随分私来てなかったんだなと改めて思いました。そうですか、はい、それだけ自分も年を取ったということになりますけど。そうですね、でもあの全然変わらなくてですね、久しぶりに10年、それこそ10年ぶりぐらいにあの近畿キッズのお二人のね、フラワーという歌を歌ったんですけど、はい、やっぱりちょっと息切れを最近しまして、安尾くん全然大丈夫だったんで、もう来年、もうこれが5年後でも10年後でも普通に歌えるようにちょっと頑張りたいと、ね、ライフワークのように、ライフワークのように歌いたいと思います。今日本当よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは火曜大更新、最後まで1時間ごゆっくりお楽しみください。この番組は、新恋はカラオケ喫茶アラビカ、正木雄也音楽事務所、恋は CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたします。それでは正木雄也さん、今日の1曲目、曲紹介お願いいたします。はい、2年目を迎えました。昭和物語、よろしくお願いいたします。
正木優也さんの歌で昭和物語聴いていただきました。それでは歌謡大行進始めさせていただきます。改めてご紹介いたします。正木優也さんです。こんばんは。はい、こんばんは。正木優也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして今日のお客様ご紹介いたします。ネキヤソウさんです。こんばんは。こんばんは。歌のお兄さんネキことネキヤソウです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、どうですか、なんとなくこの歌謡大行進の雰囲気に、あ、うん、なんとなく思い出してきたというか。そうですね、はい、この、はい、BG 聞いた時に、はい、あ、懐かしいなっていうような雰囲気がたっぷり出てきました。昔からこれですからね。昔からこれでしたね。昔からこれ。でも一番最初の昔はですね、はい、この番、葛飾 FM さんでも、はい、安倍静江さんが番組をやられてまして、もともと水色の手紙という歌があって、はい、水色は涙色で、その最初にお元気ですか、そして今でも愛していると言ってくださいますかというセリフがあったんですけど、そこをいただいて、はい、お元気ですか、今でも今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますかというのは、ちゃんとね、安倍静江さんのにも確認をして笑ってましたけど、ちょっとそれを使わせていただいてます、勝手に使っちゃってから、報告したんですけれども、はい、そういうことで前は水色の手紙という時代もあったんですが、それからずっともう、はい、徳永さんの夢を信じてを使わせていただいております。それはもう何年前の話ですか、うん、でも、この番組、安倍さんの曲を、安倍さんの時はまだ1998年とか9年とかその頃だと思いますけどね。なるほど、なるほど。で、安尾くんが、はい、多分この番組に登場したのが1999年ぐらいだと思いますけど。1999年、もう随分と時間が経ってますねもうちょっと計算、もう2000から1999はちょっと引けなくなってきましたけどそうだね、ねえ、という感じで、もうでも18年ぐらい経っているということでね。はい、本当に生まれた子が高校3年生になる。高校3年生になる、ね、びっくりですね。それぐらい時間が過ぎてるんですね。そうですね。で、正木さん、実はですね、はい、その1999年頃というのは、はい、歌謡大行進の他にも番組をやらさせていただいてまして、あ、そうですか。当時杉山さんという局長、男性の方が局長さんで、はい、ラジオ花屋敷という番組をやってましてね。あ、そうなんですか。花屋敷というのが浅草にあるんですよ、はい、で、その浅草の花屋敷さんにはこういう乗り物があるんだよという、はい、基本的に乗り物を、はい、お知らせする番組で、はい、こういうジェットコースターがあるとか、なんかこんなのが、こういう何ですか、乗り物があるとか、はい、そういうのをですね言って宣伝してて、歌番組ではなくて、はい、最後に息をかけるみたいなあ、そうです、そんな番組だった、はい、んですけど、はい、その時にですね、自分と松田治と、そして根木康夫さんと、はいはい、それからもう一人松尾康信君という、はい、康信君と3人でやってたんですけど、はい、その頭文字が治は O なんです、はい、で康夫は Y なんです、はい、で康信も Y なんです、はい、ですから Y が2人いるから Y2 で治で O、はい、Y2O という感じでやってたんですけど、ゆうやさんも Y じゃないですか。あ、そうですね、 Y ですね。 Y ですね、はい、ということは Y2O じゃないですか。ちょっと18年ぶりにちょっとそのオープニングだけをやってみたいなと思いまして、ね、再結成ですね。再結成、ちょっと年を取っちゃいましたけど、安信くんが。あ、そうです。いや、ちょっとオープニングこんな感じでやってました。ラジオ花屋敷、こんにちは、 Y2O のおさむです。こんにちは、 Y2O のやすおです。こんにちは、 Y2O のゆうやです。そんな感じで3人合わせて Y2O ですみたいな感じで、ラジオ花屋敷の時間がやってまいりましたみたいな。そうですね、やってましたね。やってましたね。そんな昔はですよ、普通にまだラジオ花屋敷の時間がやってまいりましたみたいな、はい、まだね、あんまり色に染まってない言い方をされてたような、うん、素直な感じで今だとなんかラジオ花屋敷みたいな感じになりそうですけど、はい、はい、浅草にも皆さんぜひね、浅草に行った時は、私浅草生まれなんでね、はい、あ、そうですか。生まれは浅草なんでどこの病院かよくわからないんですけどもはい、ということでございまして、はい、ラジオ花屋敷、こんな時代もありましたということで、あれから18年、はい、実はですね、あれから18年ということで、はい、その今言った Y のね、安信くんからちょっとメッセージをいただいておりましてね、うん、はい、おさむさん、兄貴、お久しぶりです。安信です。3人で歌謡大行進とマイクに向かって話していたのはもう何年前のことでしょうか。おさむさんは今もきっと素敵な歌声でしょう、うん、まあ素晴らしいですね。兄貴は今もきっとかっこいいステージをやられているんでしょう。ありがとうございます。私もそれなりに年を取ってしまい、社会の歯車として必死にあがいています、はい、あがいています。でも未だにギターを弾きながら毎日ビールに浸っています。こうして
大切な趣味として音楽を続けているのも、あの頃お二人にいただいた大切な思い出があるからだと思います。また機会を作って3人で音楽ができたならできたらいいなと密かに企んでいる始末です。きっときっと輝かしい音を出せる日が来ると信じて今日も歯車頑張りますということでね、お二人もくれぐれもかっこいい兄貴でいてください、兄貴たちでいてくださいということは私も入っているということで、はい、そうですね、そうですね、たちですよ、たちたち、はい、今回はメッセージという形で失礼しますが次回はぜひ遊びに行かせていただきます。ということでね、それでは音楽の神様に感謝をということでね、はい、親愛なるおさむさん、兄貴へわがままな弟安信よりということでありがとうございます。嬉しいですね、ありがとうございます、ね、はい、この子が安信くんで安信です言ってた子ですね、はい、はい、ということでございました、うん、それではですね、はい、実はこの番組のね、はい、あのディレクターさんもそうなんですけれども、うん、よくあのこの緑に会いたくてという曲がエンディングであるんですけど、はい、すごく耳に残るなというそういうねリクエストが結構あったり、あの葛飾ひふみさんにもこれ誰が歌ってるのというね、嬉しいですね、あの問い合わせが僕ということで、はい、それを今日はですね、はい、ちょこっとじゃなくて全部かけちゃおうみたいな感じで、それでは、いいですか、はい、それでは曲紹介改めてお願いいたします、はい、どうぞ。それではですね、宇崎竜童さん、そして秋陽子さんプロデュース、緑に会いたくて聞いてください。グリーンアイズの皆さんで緑に会いたくて聞かさせていただいておりますが、安尾君、はいはい、これ2000年ですよ、2000年ですよ 今何年ですか、今年2016年ですね、私デビュー16年目でございますね、まあ、16年年を重ねましたからね、はい、びっくりしましたね、びっくりしましたね、どん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 1年ずつ、はい、でもゆうやさん、まさきさん、でもあのこうやって聞くとこれなんかデュエットというか女の子の声も聞こえるじゃないですか、聞こえます ね、これ実は5人グループなんですよね、そうなんです、男性が2人とそして女性が3人、この皆さんたちはなんかあの何ですか、このグループ結成するにはなんかオーディションかなかったんですか。そうですね、もともと第18回全国都市緑化フェアのイメージソングを歌うというオーディションがありまして、はい、それで、合格した5人で、歌わさせてもらったんですね。で、この曲を作っていただいたのは、作詞が秋陽子さん、はい、で作曲が宇崎竜童さんに作っていただいて、はい、その当時 そのプロフィールが歌って踊れるアイドルという、なるほど全然アイドルじゃないんですけど歌って踊れるアイドル歌って踊れるアイドルというカテゴリーでデビューさせてもらいました、はい、そうでしたね、はい、でも正木さん、オーディションといえばですね、はい、ちょうど安岡はその頃にもう一つ別のオーディションを、まあ、うん、二股かけてたわけですよ。そうですね、そうですか、はい、でもう一つの方がアサヤンというオーディションがありまして、はい、それで男性ボーカルオーディション、はい、そうですね、それで優勝してデビューされたのがあのケミストリーというお二人なんですよ、うん、で最終予選まではそれこそエグザイルさんのアツシさんとか、はい、結構いいメンバーがいて、はい、他に有名な方って当時どなたかいましたっけ。もう一人エグザイルの中に入っている方もいらっしゃってたりですとか、はい、だから安尾くんはですね、そちらの方のオーディションを最終決戦まで行ったにもかかわらず、ね、そちらを
決定というかそちらをやめてこちらの方が決まってしまったわけですから、あ、そうですか、ね、もしかしたらエグザイルにいたかもしれない、いたかもしれない、中中でやったかもしれない、まあ本当にだから今頃超有名になって、だから今だから言いますが当時もエグザイル大嫌い、あ違うか、そんなことない、大好きですよ、大好きですよ、エグザイル、もちろんエグザイルさん大好き、エグザイル自分がエグザイルさんになったかもしれない、ケミストリーさんになったかもしれない、そんなことないですよ、僕はこのグリーンアイズになれてラッキーでしたからね。ラッキーでした。そうですね。ということでございまして、なんてこと言うんですか、おさむさん。とんでもないですか今。とんでもそんなことがあったかなということで、うん、なかったとそんなことはないですよね。ということで、でもなんとなく早いですよね。そうですね。今の渋谷でなんかね、あのグリーンアイズさんがなんか、あのイベントをした時に見に行った記憶があって。はい、渋谷。おさむさん来てくれたの日本橋、日本橋ですか、日本橋のイベントの時に、日本橋でしたか、来てくれましたよね、はい、日本橋でしたか、はい、それから有明の方もありましたね、なんかね、有明の方とかもやりました、あのデビューイベントとかでいろいろ回らさせていただいて、そうなんです、おさむさんがね、はい、あの皆さん何人もお客さん連れて見に来てくれたのが、もうあの頃はですね、なんて言いますか、今から16年前ということなんですけど、はい、もうあの短パンでなんかこういうことアイドルやってましたよね、光源氏さんみたいな格好で踊ってましたよ ね、 あのキラキラの服を着させてもらったりですとか、はいはい、そのハーフパンツで若々しい格好で踊ったりですとかいろいろさせてもらいましたね、そのままスケート履いたら本当に光源氏さんみたいなそんな感じの格好で踊っていただいてましてね、はい、いや懐かしい、あれから18年16年ですか、ね、ですので、もう歌謡大行進さんともね、はい、それぐらいの長さの、そうですね、ですから安尾くんと知り合った時はですね、もう番組やらさせていただいてましたからね、で、はい、当時歌手を目指して歌の勉強されてて、 それでよし、じゃあこの子をね、なんかせっかくだから、じゃあなんかいい機会があればちょっとチャンスを与えたいなということではないんですが、ラジオね、花屋敷さん、そして歌謡大行進の方に参加していただいてという形 で、 そ、 うで、それから始まったわけですよ、ネッキーさんの歴史が、ね、今思うと、ね、私がそのデビューする前から呼んでいただいて、はい、こうやってラジオとかやらせていただけたってことはすごくラッキーだったなって、そうですね、ありが、ね、そうですね、で葛飾にも住んだんですよ、はい、2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい、もう葛飾区民、もうとにかく当時彼は出身が高岡、はい、はい、富山県の高岡市の出身 で、はいはい、で東京に出てくる時にですね、家賃5万ぐらいで探してくれなんて言われまして、ないんですよ、そのお部屋は当時から、でもいろいろ探しまして、どうにかこうにか探して、そしたらちょうどオーディションでね、はい、合格をしたということで、はい、葛飾出てきて2ヶ月後ぐらいに、その宇崎竜童さん、秋陽子さんのオーディションに合格して、はい、ごめんなさい葛飾区って感じでちょっとそれからまたに行っちゃったんですけど、この石川県の方に行ったんでしたけど、はい、もうあっち行ったりこっち行ったりということで、あっち行ったりこっち行ったりいろいろしてましたね、2ヶ月間だけ葛飾区民だったということでね、はい、はい、ということで緑に会いたくて聞いていただきました、はい、それではですね、田島まみさんからメッセージをいただいております、それではどうぞ。火曜大行進をお聞きの皆様こんばんは、田島まみです。おさむさん、よしえさん、先日はお世話になり本当にありがとうございました。楽しかったです。今日はボーダーラインのカップリング曲、永遠の約束を聞いていただきたいと思います。この曲はボーダーラインの CD を買ってくださった皆様がみんないい曲だねって言ってくださる曲なので、ぜひぜひこの機会にたくさんの皆様に聴いていただけたら嬉しいなと思いまして、ぜひ、一曲進めたいと思います。聴いてください、永遠の約束。田島まみさんです。永遠の約束、お聞きください。
田島真美さんの歌で永遠の約束聞いていただきました。それでは今月の歌、今月のメッセージということで藤井由美子さんからメッセージをいただいております。それではどうぞ。火曜大行進をお聞きの皆様こんばんは、藤井由美子です。おさむさん、よしえさん、先日はお世話になりました。もう楽しくて楽しくてあっという間の1時間でしたけれども、藤井由美子今頑張っております。栃木節という歌で栃木県出身の藤井由美子が全国の皆さんにも覚えていただけるようにということで、とっても素晴らしい、あ、自分で言うのもなんですが、作品が素晴らしい栃木節という歌を滝野英二先生からいただいております。ぜひとも皆さん栃木節で検索していただくと私の動画も見れますのでご覧になっていただきたいと思います。それでは私の栃木節を聞いていただきたいと思います。夢を抱いて都会に出ていった息子を思う母親の心境を私の出身地栃木県を舞台に出来上がっております。栃木未来大使藤井由美子の栃木節、聞いてください。藤井由美子さんです。栃木節お聞きください。はい、正木優也さん、はい、はい、そして根木康夫さん、はい、はい、それではですね、今日はお一人電話の
ゲストの方がいらっしゃいましてですね、はい、すごく綺麗な方なんです、ね、顔が見えないのが残念ですけども、残念です ね、 皆様にご紹介したいと思います。八坂ゆりさんです。こんばんは。こんばんは。どうも、ご無沙汰しております。お世話になります。お世話になります。はい、今日はですね、このスタジオには、はい、正木優也さん、そして根木康雄さん、はい、そして私松田さんも3人いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、八坂ゆりさんなんですけれども、はい、あの演歌のもちろん歌手の方なんですが、うん、実は今ですね、ちょっと面白い曲をね歌われてるんですけど、ちょっと八坂さんにいろいろお聞きしたいと思いますが、はい、八坂さん、ゆりさん、はい、はい、あのゆりさんの曲の中で恋よさめといういいヒット曲がございますが、ありがとうございます。この曲のちょっと替え歌といいますか、歌詞が変わった歌が今度新曲になったわけですよね。そうなんです。実はあの、はい、平成6年に、はい、あの星野哲郎先生と市川翔介先生にいただいた楽曲なんですけど、はい、元歌が、はい、元歌がそれを、はいはい、あの年を超えてあのリニューアルいたしまして、はい、オレオレ詐欺母さん助けて詐欺を撲滅キャンペーンソングとしまして、はい、騙されないよう百刀番という歌ができたんですね、はい、そうですね、はい、これあれですか、初めてこういう企画があって、私のその大事なヒット曲をこんなと言いますか、変わったあの作詞になって、どう最初の第一印象というのはどういう感じだったんでしょうか。第一印象ですか。やっぱり長年恋よさめ歌ってますから ね、はい、笠井真知夫さんと八坂ゆりで詩を完成させたんですけど、はいはい、自分で書いておきながらしょっちゅう間違っててもう大変な思いになりましたけれども、ただ、どうしてもね、あの振り込め詐欺とかでせっかく、大事なお金を騙し取られて、はいはい、この果てにあの、息子さんと親子の関係が気まずくなったりなんていう、なんかとっても事件としては悔しい事件ですからね、そういうことがないようにということで聞いていただいたり、それから皆様に愛唱歌にして歌っていただいたりして、日頃からあの騙されないように気をつけてほしいという思いを込めて作らせていただきました、はい、なるほど、はい、でやはりもう何なんでしょう、よくあのニュースなんかを見ていると、はい、あの、はい、これでもか、なんでまた引っかかっちゃうのっていう、こう、あの、ね、テレビを。ありますよね。ね、これだけニュースがあるのに、ね、よく、はい、あの、ご年配の方にしても、こう、振り込んじゃうというのは、なんでなんだろう。やっぱりそれだけ手口が、あのね、はい、やっぱりね、あの人間ってね、俺だよ、はい、俺だよ、俺だよって連発されちゃうと、はい、最初はなんか違うような気がするなと思っても、ああ、そうなのかなと思ってるうちに騙されちゃうのが、なんか人間の心理なんだそうですよ。なるほど、はい、自分もあのオレオレ詐欺ではないんですけど、自分のまあ、はい、ちょっと知ってる親友ではない、ちょっと顔見知りの人が、はい、あの今日5万円貸してくれと、それで来月にしたら10万にして返すからって言われて、はい、一瞬自分も、自分もね、いや、でもね、自分も、いや、本当に来月に倍にしてくれるんだと思って、自分、銀行行って下ろして振り込んじゃったことがあるんです、昔。それは、おや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 、それって最近流行りのほら、なんでしたっけ、税金の還付金があるよとか、はい、それに近いの、あの詐欺と似てますよね。近いですよね。あの、はい、でも今、八坂さんに言われたように、人の話だと、はい、あのそんなことないよって、多分自分も人がそういうふうに言ったら絶対そんなことないって言うんですけど、実際自分があると、え、来月倍になってくるんだ、これはもう、うしうしとか思う、そんないい話そんな、ね、思わずうまい話はありませんもんね。でもね、振り込んじゃいましたけど、私は大丈夫って言ってる方ほど騙されちゃうのが現実なんだそうですよ。ですよ、そうですよ。正木優也さん、ね、木安さん、はい、ちょっと明日は我が身かもしれませんよ、意外と。そうですね、気をつけないと大丈夫大丈夫言っててそうです。あ、せっかくの縁ですからね、ちょっと正木優也さんちょっといらっしゃるんで、まずちょっと八坂ゆりさんとちょっとお話ししていただいていいですか。はい、どうも、はい、さん、こんばんは、正木優也と申します。よろしくお願いいたします。八坂ゆりです、よろしくお願いいたします、はい、まあ、すごいいい声ですね。あ、ありがとうございます。あの、ま、でもなんか低めにこう聞こえるんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、あの優也さんはですね、綺麗な方だとなかなかはもこう、ね、うまく話せない、今日うまく話せてないですよね。大丈夫ですか、ゆうやさん。大丈夫ですよ。あの綺麗な声の方、綺麗な顔の方と話すときはちょっとね、ゆうやさん照れくさくなるんですけど。そうですね、ちょっと照れくさがってますけど、はい、
あら、お褒めにいただいてるということでしょうか、はい、ありがとうございます。そうでございます。はい、はい、こちらネッキーこと、ネッキー安尾さん、ちょっとお話ししていただいていいですか。はい。八坂さん、はじめまして。歌のお兄さんやってます。はじめまして、こんばんは、八坂です。よろしくお願いします。八坂さん、先ほど、はい、お話の中で詩を書かれたってことだったんですけれども、はい、八坂さん、今回の歌の中で、ここが、はい、いいところなんだ、ここが聞かせたいっていうところってありますか？ですね、はい、歌の中 の内容っていうのは振り込め詐欺に気をつけてほしいというような独特な歌詞の流れになってて、はい、セリフも入ってるんですね実は、はいはい、でもしもしって母さん俺だよ俺なんてちょうど冒頭でセリフが入ってきますので、その辺も聞いていただきたいということと、それから必ず歌の真ん中で、油断してたらダメよとか、はい、長いご無沙汰ダメよっていう風にこう歌うところがあるんですね。でそこのところを生で歌ってる時には、はい、お客様に愛の手を入れていただいてるんです。なるほど、それでなおさら覚えていただきたいっていう感じなんですよね、はい、注意していただきたいっていう感じで、私は今日は歌謡教室で生徒さんが今ここにいますので、そうなんですか、そこのフレーズだけ生でいきたいと思います。お願いします、はい、聞こえますかね。聞こえますよ。ではいきます。お願いやってください。はい。油断してたらダメよ、ダメダメ、聞こえました。なるほど、素敵です。いや、まあ、はい、ありがとうございます、皆さんいらっしゃってくださってるんですね。はい、そうです。そうですか、皆さんにもよろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。はい、今度スタジオの方にもですね、7月の確か第2週12日かな、はい、はい、来ていただくことになってますので、よろしくお願いいたします。はい、お邪魔させていただきます。楽しみにしてます。はい、それではおかけしますので、そちらから曲紹介お願いいたします。どうぞ。はい、母さん助けてっていうお電話が来ましたら、まずオレオレって聞いたら、あ、息子じゃないなって皆さん思ってくださいね。そしてお金の話が出たら絶対に出さないって決心してください。そして最後に確認をいたしましょう。それでは八坂由里の、オレオレ詐欺撲滅キャンペーンソングです。騙されないよう110番お聞きください。
八坂ゆりさんの歌で騙されないよう110番聞かさせていただいてますが、八坂くん、はい、はい、いかがですか。これがもともと恋の歌だったっていうのがちょっとびっくりしましたね。そうですね、はいはい、詞を変えることによって完全にその振り込め詐欺要撲滅ソングに生まれ変わっているのにちょっとびっくりしています。そうですね、はい、まさきゆうやさんいかがですか。はい、なんか親心は伝わるような、そうですね、感じですね、はい、お二人とも今までそういうことに引っかかりそうになったとか、お友達でそういうのに被害に遭ったとか、そういうのは身の回りにはいないですか。あ、いないですね。あ、私はないんですが、松田治さんがね引っかかりそうになったもしくは引っかかったぐらいですかね。なるほど、はい、まあそういう人が ね気をつけていただかないといけないです ね一番気をつけていただきましょう。ありがとうございます。ということで本当皆さん騙されないよ110番、自分が言うよりも安尾くんが言った方がいいかも。自分も騙されちゃったなみたいな感じ。はい、騙されないよう110番いい曲ですから、皆さんもぜひ覚えていただきたいと思います。はい、ということで八坂ゆりさんでした。7月の12日ですね、スタジオの方に遊びに来てくださるということで、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、それでは安尾くんの曲をね、はい、皆さんにちょっとご紹介しようかなと思っておりますけれども、はい、安尾くんの曲って意外と短かったりするんですよね、時間がね。そうですね、童謡を歌わせていただいているので、はい、2007年からは、はい、先ほどね緑に会いたくてを聞いてもらったんですが、はい、その時はポップスの歌手としてデビューをしたんですけれども、ね、はい、2007年からは童謡歌手として、はい、NHK のね日本の歌100選というところで、お仕事をさせていただいてたんですよ、はい、ですので童謡唱歌だとだいたい1分、1曲が1分ぐらいとかちょっと短いんですけども。なるほどね、はい、じゃあとりあえずまず1曲皆さんに聴いていただきましょうか。それでは安尾くんの方から曲紹介をお願いいたします。どうぞ。はい、それでは、はい、お聴きください。茶摘みです。はい、ということでね、はい、なんか生でスタジオで歌ったような雰囲気ですが。そうです ね、はい、はい、今のアカペラで聞いて、アカペラっていうかね、はい、聞いていただいたんですけども。そうですね、はい、今の曲は日本の歌100選の中に入ってる曲で、はい、茶摘みだったんですけど、はいはい、その2007年からは、はい、その次の世代に歌を残していこうというような日本の歌100選の中で、はい、その選ばれた曲何曲かあるんですけど、はいはい、それを、メインでコンサートをやらせていただいたりですとか、はいはい、番組をやらせていただいたりですとかで、はい、2015年までの8年間やらせていただきました、はい、なるほど、うん、そうですね。そしてこの次ご紹介する曲は、うん、これまたこれこそネッキーの誕生の歌という感じですか。あ、そうなんですよ、はい、実は私その NHK のね、歌のお兄さんをやりつつも、2011年からは静岡の CVA 放送で、はい、ネッキーと遊ぼうワンパクパラダイスという、はいはい、子供番組、地方の子供番組の歌のお兄さんをやらせていただいたんですね、はいはい、その時の曲が次の曲なんですけれども、はい、それではお聴きください、はい、ネッキーで始まるよ。
なんか番組が始まったという感じがしますけれども、はい、ありがとうございます、はい、もうあの自分も見させてっていうか、はい、あの実際に生で見たわけではないんですけど、よくね、はい、あのツイッターというんですか、あの何ですかね、うん、あの動画サイトですか、動画サイトでね、はい、見させていただいて、うん、はい、なんかですね、自分直接見たわけではないんですけど、はい、あのマツコデラックスさんと、はい、何さんでしたっけ、あの怒り浸透という番組があって、はい、マツコさんと有吉さんの、 ね、はい、怒り浸透、はい、あれになんか熱気が出たということで、そうなんですよ、どういうコーナーに出たんですか、あれは、はい、あの世界三大〇〇というコーナーがありまして、世界三大〇〇ありますその中で、はい、私がその絵描き歌、あのその先ほどお伝えしたワンパクパラダイスの中で絵描き歌をやってたんですよ、はい、で絵描き歌をやってたら、はい、あまりに私の画力があのものすごいらしく、ほうそれを何でしょうね、あのある意味ちょっと子供に見せるにはっていうような画力だったらしく、それをマツコさんと有吉さんの番組で取り上げていただいて、じゃあ3つの絵が出てきたわけですね。3つの絵が出てきました。あ、これは例えば像を描いたんだけど絶対像に見えない像とかなんかそんなのがあったわけですね、いろいろ。そうですね、あの、ゴリラを描いたりですとか、ひよこを描いたりですとか、いろんな絵を描いたんですけど、はい、もうあの一応ね、あの歌いながら書いているので、はい、すごく下手だったんですよ。なるほど。で、それが面白いということで取り上げていただいて、はい、なんかですね、結構その回が好評だったらしくて、なるほど、その後も約1年間ぐらいいろんな地方で再放送されてて、あ、そうなんですか。その都度ツイッターでいろいろネッキーの絵がすごいだとかシュールだとか下手くそだとかいっぱいつぶやいていただきまして、今でも見れるんですかね、どっか探せば。ですね、はい、動画サイトを見ると、はい、出てます。ちょっとこれ後でね、はい、ちょっと探してみたいと思います、私の画力どんなものかって気になる方はぜひぜひ見てくださいぜひぜひということでございますが、はい、どうですか、こうやってあの歌のお兄さん、そしてこのネッキーということでね、またまさきさん、はい、こういう安尾くんのそのね、あの緑に会いたくてからシャツ見に行って、そしてこうね始まるよみたいな感じでこういういろんな流れがあるんですけど、こういう流れを見ていかがでございましょうか、はい、やっぱり子供を相手にするあれなんで、はいはい、子供目線でこう喋ってる感じがありますね。あ、ありがとうございます。何回かコンサート見させていただいたんですけど、歌いながらね、あの風船なんていうんですか、バルーン、風船のこう長いやつ、あれをこんななんかやりながらね、あのヘビさんだよとかウサギさんだよとかって歌いながらね、こう作っちゃったり、やってます。今でもやっ、まあ、でもってかね、こうやって、そうですね、あのどんな色が好きっていう歌を歌って、はい、子供たちに何色が好きかなって言ったら青って言ったら青の風船を使って、はい、風船を作ってプレゼントしてたっていうことがありますね。なるほど、はい、まあ、とにかく本当にもう声からして本当にあのお子様が喜ぶ声質をして、そうですね、はい、そうですね、多分まさきさんの場合は、はい、あのまさきさんより年配の方とかちょっとこうちょっと若いというか、う、ね、はい、大人の方の女性に楽しんでいただく、ね、安息の場合はもう幅広くという感じ、うん、 ね、そんな感じでございますんで、特はすごい上手ですね。上手いです ね、 ね、もう、はい、それではですね、はい、何が出るかな、みだくじというコーナーがございまして、うん、はい、ここに ABCDE という4つありますので、はい、好きなものを1つ選んでいただいてですね、はい、はい、では A でいきます。 A、わかりました。じゃあまさきさんも一緒に言ってください。せーの、何が出るかな、何が出るかな、じゃん、ぴゃん、はい、 OK ですね、生まれ変われるとしたら〇〇になりたい、はい、生まれ変われるとしたら〇〇になりたい、何になりたいですか。僕はですね、 お母さんと一緒の歌のお兄さんになりたかったお母さんと一緒の歌のお兄さんになりたい、うん、今その、はい、NHK の日本の歌100選の歌のお兄さんをやらせてもらってましたが、はい、なるほど、いや、もともと歌のお兄さんになりたいって目指したきっかけがそのお母さんと一緒の歌のお兄さんを見てて、あ、今度僕これやりたいなって思ったのがきっかけだったんですけど、 NHK さんの中でも、うん、はい、この BS とか、ね、総合テレビとかいろいろありますけど、やっぱり 違う、はい、違うんですね、何かがね。そうですね、はい、あの私の大好きな先輩の坂田治さん、修さんもこのお母さんと一緒の歌のお兄さんをされてまして、あ、そうですか、プライベートでもよくあの親しくさせてもらってるんですが、あ、そうですか、その坂田さんの推薦もあって、俺ねきくん歌のお兄さんやったらみたいなことを言われてでちょっとオーディションを受けたりとかしてたので、あ、そうですか、今回はねちょっと
なれなかったので生まれ変わったら、なるほど、なれたらいいなと思います。まあおさむさんというぐらいですから悪い人はいないと思いますからね。はい、じゃあとりあえずじゃあ安尾くんのねもう一曲だけ。はい、この街という曲ですね。これはどういう曲なんですか。はい、これはですね、ネッキーと祖母ワンパクパラダイスの中で、できた曲なんですけれども、はい、はい、ぜひ聴いていただきたい。そうですね、じゃあ皆さんに聴いていただきましょう。それでは曲紹介お願いいたします。はい、ワンパクパラダイスの中からこの街どうぞ聴いてください。ネッキー安尾さん、ネッキーの歌でこの街聴かさせていただいておりますが、安尾くん、はい、はい、なんかこの歌のプロモーションビデオみたいなのがあるんですって。そうなんです、はい、よくぞ聞いてくれました、おさむさん。はい、もちろんでございます、はいはい、実はですね、カラオケの鉄人っていうカラオケボックスがあるんですが、はいはい、そちらの方に行きましたら今流れているこのこの街ですとか、あと先ほど聞いていただきました始まるよ、始まるよ、またですね、あのワンパクパラダイス、そして、はい、ワンワンオーニャンニャンオーという曲の4曲が、PV 付き、私の映像付きのカラオケで出ていますので、なるほど、ネッキーが歌って踊ってる姿が見れますので、はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。なるほど、あれですか、その、はい、画像の中ではどっちか、グリーンのつなぎみたいなので踊ってるんですか。つなぎを着て踊ってる曲も1曲あります。あ、なるほど、はい、あとはまた違うわけですね。そうですね、でも見てのお楽しみということですね。はい、はい、でもゆうやさんもなんかこうなんかちょっとこういうお子さんも聴けるようななんかこうじゃ幅広い歌を1曲歌われると、あ、そういうのを歌ってみたいですね。すると皆さんにね、ユッキーなんて言われちゃうんじゃないですか今度。僕も子供大好きですから。あ、ね、うん、なんかそういう風になんか幅広く皆さんに親しまれるような曲を1曲やると ね、またファンが広がってくるかもしれません ね、はい、お子さんにファンになっていただくということはもうこれがすごく末永く広くファンになっていただけるということでね、はい、そういう意味では、はい、ぜひ皆さんもね、ぜひカラオケの鉄人さんにね行っていただいて、ぜひネッキー本人のね映像を見ながら、はい、歌って踊っていただきたいと思いますが、もちろん自分でもそこ行って自分の映像を見ながら歌って踊ったりしたことはあるわけですね。何度か行って、はい、歌って、写メを撮ってきました。自分の画像を写メで撮って自分も一緒に自分も一緒に撮ってみたいな。なるほど、してきました。あ、なるほど。もうとにかくですね、安尾くんはもともとモデルさんということもあるんですけど、とにかくね写真写りが良すぎる。写真写りが良すぎる。なんか本物が悪いみたいですそれ全然褒めてないですよ。あ、写真写りがとにかくね、自分も笑い方ができなかったのを、はい、笑いこうやったらね、笑い歯を見せたらいいんだよとか、この辺の筋肉を緩めたらいいよとか、はい、いろいろアドバイスをしていただいて、うん、笑顔になれるようになったというね、笑顔の先生、作り方の先生でございますんで笑顔の作り方の先生、はい、はい、皆さん教えますよ。はい、ありがとうございます。皆さんもね、この歌だったら自然に笑顔になれますね。作らなくても自然に笑顔になって歌えるということで、ぜひこの街歌っていただきたいと思います。はい、それではまさきさんのね歌を皆さんにもう一曲ご紹介したいと思いますので、曲紹介お願いいたします。はい、まさきやです。恋絆、昭和物語のカップリングの曲で、恋絆、詩もよく歌もよく仕上がっています。よろしくお願いいたします。
正木雄也さんの曲で恋絆聞かさせていただいておりますけれども、ちょっとお便りが来てますんでね、読まさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、松田治さん、こんばんは。こんばんは。いつも FM 葛飾放送を聞いています。4月19日の放送を聞きました。正木雄也さんの歌を聞いて、自分が東京に出てきた頃を思い出して感動いたしました。ソフトな歌声で心安らぐ思いです。これからも歌い続けてヒットすることを願っています。生きる力、感動ありがとう、ということでね、ゆうやさんのファンの方から、江東区の方からお便りをいただきました。はい、そしてこちらも、こんばんは。スマートフォン対応のラジオアプリで聞きました。正木雄也さんの歌を聴き、いい曲だなと思って早速 CD を買って、探そうと思っています。おさむさんとの、話のやり取りもとても楽しく長く続くように願っています。昭和物語ヒットすることを信じております。はい、ありがとうございます。はい、ということで正木雄也さんのね、ファン、こちら横浜の方からですね、はい、ファンの方から来ております。やっぱ嬉しいですよね。はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今後の告知といいますか、今後の予定を教えて、いろいろイベントに出たりしますよね。はい、はい、今月の6月30日に、はい、練馬の文化センターで、はい、UU テレビの、ジョイントコンサートがあります。はい、よろしくお願いします。ヨロロブで出演いたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ぜひね、皆さんも見に行っていただきたいと思いますが、ね、よろしくお願いします。はい、そうやってゆうやさんが話している後ろからまた熱気の声が聞こえてまいりました。多分今後あれですね、この番組を聞いてくださった方は、あの方ね、キーが歌ってるんだっていうのがね、はい、改めて今度は分かって聞いていただくんじゃないかなと思いますけど、ぜひぜひぜひ聞いてくださいね。ぜひ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 聞いていただきたいと思います。もうでもこれは先ほど言ってる2000年の曲で、はい、この CD 自体はなかなか、もう CD 屋に行ってもなかなかないですね。ないですね、はい、ということは逆に言うと、この曲を聞きたいときはこの番組を聞かなきゃいけないということです。そうだ、そういうことですよね。そういうことですよ。ぜひぜひ皆さんね、葛飾 FM、はい、ぜひ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 でございますが、はい、ということでね、正木さん、これハガキをね、差し上げておきますので、ぜひ、はい、ということでございます。正木さん、今日いかがでしたかね、キヤソー君。はい、トークもうまいし、はい、本当にハンサムだし、はい、感動しました。正木さん、僕に似てハンサムとか言わないんですか。いや、おさむさん以上にハンサム。ピンポンでございます。なんていうか、金が引っ込んでる。正解。正木さんも大丈夫ですよ。もう何をおっしゃる、もう60代70代の星、40代50代もそう。もう正木さんの不安は今みたいにハガキをいただいたわけですから、これからどんどん不安を一人ずつどん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 増やしていかなくちゃいけません。一生懸命頑張ってます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。なんか安尾くんも、はい、正木さんにね、先輩ですけど、正木さんになんか一言、アドバイスを、笑顔のアドバイスお願いします。笑顔のアドバイス、逆にですね、はい、私今日初めてお会いしたんですけど、はいはい、初めてお会いした時に微笑んでいただいて、はいはい、あ、なんて笑顔の優しい、微笑みの素敵な人かなって思いました。 ありがとうございます。よろしくお願いします。初めてですよ。本当、微笑みの素敵、笑顔といえば微笑みが素敵、素晴らしい言葉ですね。この微笑みの、あ、そうですね、ね、ゆうちゃん、前は苦み走ったいい男でした。苦み走ったいい男、苦み走った、ちょっと早口言葉になりま、ちょっと舌を噛みそうな言い方。苦み走ったいい男から微笑みのゆうちゃんに、あ、そうですね、ね、それからキャッチフレーズ、キャッチフレーズで変えていただきたいと。いい でも安尾くん、はい、ぜひまたぜひぜひ、はい、ぜひ遊びにさせてください。ゆうちゃんの時にぜひ来ていただきたい。はい、頑張って。また Y2 をやりましょうとしたらね。あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、こちら茨城のですね、大阪の茨城の正志さん、またメールいただきました。いつもありがとうございます。熱気のサインが欲しいということでね、後ほどもしあれば先上げましょうね。はい、ありがとうございます。ということで、はい、じゃあ皆さんもね、来月また、ゆうやさんは来月、あ、そうですね、熱気がまたお願いします。いつの日かまたお会いしましょう。呼んでくださいね。はい、はい、ということで、はい、改めて今日は熱気麻生さん、はい、そして正木雄也さんに来ていただきました。ありがとうございます。7時からミュージックライン放送いたします。お聞きのラジオは引き続き葛飾 FM お聞きください。それでは皆さん、来週この時間までお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。